早速続いての曲は私和歌山県出身なんですけど、和歌山県といえば大御所の方がいるんですよ。アーティストで多分皆さんも聞いたら分かると思うんですけど、その曲とあと少し懐かしいナンバーを歌いますので、皆さんぜひ知ってる方は口ずさんで聞いてください。それでは聞いてください。